いつものペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2012年モデルアストンマーティンヴィラージュを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所に飛び石、左ドア複数箇所、左右サイドスカート複数箇所、リアバンパーに線傷がございます。走行距離に関しましては約22,000キロと低走行、かつ車両コンディションも良好な1台となっております。外装色はストームブラック、インテリアはスパイシーレッドレザーが採用されております。アストンマーティンの DB9 と DBS の中間に位置するヴィラージュでございます。ラピードのような力強いフロントフェイスと DB9 のような美しいボディラインが魅力の1台となっております。またエンジンに関しましても V 型の12気筒 NA エンジンが搭載されておりますので、スーパースポーツカーらしい高い走行性能や美しいエンジンサウンドもお楽しみいただける1台となっております。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは6リッター V 型12気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は497馬力でございます。また足元に関しましては純正の20インチアルミホイルに加え、標準でカーボンブレーキが用意されておりますので、高い制動力を誇る1台となっております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。スーパースポーツカーのお車ではございますが、トランクスペース十分な広さが確保されております。スーツケースに関しましても一つ収納することが可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはスパイシーレッドレザーが採用されております。運転席側に若干ではございますが使用感がございます。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のポップアップ式ナビゲーションが装備されており、バックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のタッチトロニック2シフトが採用されております。また走行モードに関しましてはスポーツ、サスペンションも2段階での変更が可能です。フロント両席に関しましてはシートヒーターも完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。スピーカーに関しましては700ワットのプレミアムオーディオが用意されております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2012年モデルアストンマーティンヴィラージュを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約22,000キロと低走行、かつ内外装のコンディションも比較的良好な1台となっております。アストンマーティンのお車らしい美しいエクステリアと上質なインテリアが用意されたヴィラージュでございます。スーパースポーツカーらしい高い走行性能を実現しております。
こちらのお車に関しましては市場でも台数が少なく希少な1台となりますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。